西鉄線は、かつて、香港急流の紅駅と深海の田室門駅を結んでいた香港鉄路有限公使の鉄道路線。2021年6月27日に、トンバ線に併合された。東路線は、2006年に開通した比較的新しい路線である。開通当初は、急流半島西側の南章と深海西部のトン門とを結んでいた。かつて、 深海地域と香港中心部を結ぶ路線はバス便しかなくベッドタウンであるにもかかわらず交通の便は良いとは言えなかったがこの路線の開通により利便は飛躍的に向上した深海北西部ではすでに LRT が開通しており東路線と LRT がリンクすることによりこの地域の移動が非常に容易となったまた2009年8月16日に延伸し南昇駅から下し おさ駅、戸狩東駅を通ってくれない駅と接続、東鉄線の終点は、戸狩東駅から紅駅に戻された。これにより、新海北西部がチムシアックレナイルオ両地区と乗り換えなしで直結されることになると、共に、東鉄線経由での新海北東部及び、中国本土へのアクセスが可能になった。2021年6月27日に、 トンバ線開業で大河湖まで路線が延伸され、馬倉山線と接続された。2007年2月14日9時15分 SP1900 軽電車がトンネル内で火災を起こして緊急停車。約650人の乗客がトンネル内を約2キロ歩いて避難するという事故があった。煙を吸い込んだ乗客11人が病院に運ばれたが死者や重傷者はなかった。 火災は2回の爆発を伴ったという。現地報道では、車両の屋根に取り付けられた変圧器からオイルが漏れ、それに引火したのが原因だとの見方が伝えられている。ありがとうございます。